疲れ様です。あ、どうも購入しちゃいました。あ、新しい11、あ、新しいやつだ。そうそう大変だったでしょ。疲れた。5時間半長いですね。5時間半で、今日も3時間ちょっとドライブしてきてるので。今日どこ行ったんですか。もうボストン市内の車のやつ。もうボストン市内最悪、あの道。そうそうそう、何あれ。渋滞でしょ。いや、もう渋滞じゃなくて、あのもう道も狭いし、で一通だとか、そうそうそう、進入禁止がめちゃくちゃすぎて、あの例えば農船路に行くのにも、うん、どこ通んの、これここでダメなのとかって。昔の19世紀のそのままの作りだから。そのまま、あ、昔の作りだからなんですね。テレビよりすごいよみたいな。テレビぐらいありますね。これがオーディオ。これがオーディオインターフェースですね。パソコンとつなぐやつ。あ、すごい。初めて見た。さすが YouTuber、タケさん。すごいね、これ。今日はなんか、うちのはドキュメンタリーでやりますか。適当に流してます。あ、すいません。左です。はい。ビデオの大魔王。借りれてね、撮影とかできるんです。あ、そうなんですね。そっちはカタで、ここでバーベキューとかもできる。あとで、ね、もしよかったら温泉もありますか。そう、あー、ああ、本当だ。そうですね。そうですね。音がほとんど同じになるんで、有名なところだけカットして、で声の成分が出てきたらそれを持ち上げてるんですよ。あの、マキシマイザーを使って、本当にもうやっぱ普通のオーディオさん、テレビで言うと局のオーディオさんがやるような、はい、それと同じことやってます。ようなことを、はい、カメラもオーディオも一人でやってるっていう。そうですね、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。練習してました。原稿直しました。修正させていただきまして、結構良くなったと思うんだけどな。かなり良かったですね。本当？はい。これ、クッションだけ、はい、あの、あ、他のやつでいいので借ります。あ、どうぞどうぞ、はい、これ椅子外した方がいいですか？あ、いや、今大丈夫です。今大丈夫。すごい。違うな。キャンプするみたいになっちゃって。簡易テントみたいな。すごい。簡易テントみたいですけど、これがね、音をちゃんとね。修正して書き直した台本をもう一回ここでコピーしていきます。一部できましたね。ここにちゃんとね、このクリップもあるので便利です。すごいいいんだよね。いつもビジネスセンターで無料で飲みます。ここで仕事してます。ロブスターふんだんに使ったニューヨークのラーメンコンテストに初参戦。まずあのレベルのチェックだけしたいので、はい、はい、画像を流します。なので音量について、はい、あのちょっとあの確認お願いします、はい。大きすぎないですか。あ、大丈夫ですよ。自分の声はもうちょっと上げてもらった方がいいかな。はい。めちゃくちゃ声綺麗ですよね。あ、大丈夫かな。ちょっと今あんまり考えないですけどですか。ここはニューヨークの JFK 空港7番ターミナル。はい。ずっと行ってもいいですか。あ、それでも大丈夫です。はい。ちなみにあの映像と合わせながらの方がいいですか。あの
次1分じゃあ、一段落終わったら次のところに行って、で映像も流しますので、はい、それで喋っていくという感じで徐々に徐々にやっていきましょう。はい、じゃあ最初からそのまま流していっていっちゃいます、はいはい、頭からですよね。頭からがいいですね。はい、はい、はい、じゃあ3秒のインターバル。2019年10月、芸人ヘイタクちゃんの鬼そば藤屋がニューヨークのラーメンコンテストに初参戦。ロブスターをふんだんに使ったロブスター味噌ラーメンでニューヨーカーを魅了し、2日間で約1000杯以上を売り上げました。そしてなんと初挑戦で堂々初優勝という快挙を成し遂げたのです。こうして今から約10時間に及ぶ長い仕込みが始まるのです。この日は注文していた大きなロブスターが2匹とロブスターの頭の部分が100キロ届いています。まずは届いたロブスターの確認から。どんなロブスターが届いたのでしょうか。はい、もうちょっと入ってないですか。大丈夫ですか。いや、これぐらいでいいですね。はい、同じペースで来てるので、はい、だからここだけ急に早口になっちゃうとなんか、うん、それよりは映像で調整した方がいいです、はい、こうして平たくちゃんの1週間に及ぶ麺コンテストへの挑戦は大成功で幕を閉じました。僕の最高のラーメンをニューヨーカーに食べてもらいたい、そんな熱い思いが生み出したロブスター味噌ラーメンが2回目の優勝へと導いたのです。これからも最高のラーメンを届けたいと熱い情熱を胸にラーメン作りに新たな夢を馳せるヘイタクちゃんでした。うん、いいんじゃないでしょうか。合わせて、多分スパスパスパって合わせていけると思うので、はい、いいですか。で、私が聞いてみなくて大丈夫ですか。どうします。映像に合わせてみます。そうですね。で、多分、まあ、2、30分あったらできるとは思うんですけど、ね、あ、はい、うん、そしたら、映像と合わせてみて。お疲れ様でした。した、ありがとうございました。ナレーション撮り終了です。いやいや、記念撮影しましょう、はい、ということで今、はい、レビューが終わりました。終わりました。イエーイ、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 ありがとうございました。竹内さん、うまくいきましたね。本当にありがとうございました。うわ、もう本当にうまくいって。本当ですか。はい、もう一通り全部見てみたんですけども、ナレーション完璧でございました、ちょっとそうではすいません、なんかあったらごめんなさいということで、本当にいや、ありがとうございました。もうすごくイメージ通りでできたのでよかったと思います。本当感謝です。ありがとうございます。ということで、ほら、すき焼きに、すき焼きに、はい、仕事が終わった後のすき焼きでございます。すき焼き、すき焼き作ります。はい、いきますよ。はい、まず牛脂を入れて、お肉入れました。そして肉をね、半分入れて、お肉いっぱいあるの、いっぱい食べるのね。で、それにじゃあ、これ入れていいのかな。じゃあ、割り下入れます。浅草今半の割り下です。あ、すごい。どうでしょう。ということで、どんどん入れてきますね。そうそう、食べ始めないと。はいはい、ちょっと。秋風が気持ちいいですね。今日気温が16度ぐらいで、ちょうどいい感じです。もうすぐハロウィンなんですけれども、今日はバンカーヒルのモニュメントを散歩してます。いいよね、これね。意外と見てますね。なんかすごいいっぱい人がいる。ここで拓也さんと待ち合わせしてます。かわいいね、佐川が咲いてます。かわいいね。あんまり、と思うけど、あんまりほら朝顔ってないよね。
ですね。今ちょうど光が、夕方の光が当たっているから綺麗ですね。午後4時ぐらいです。一応のハロウィンフェストが散らばってます。秋って感じですね。これがフリーダムトレイルで、ここが最後っていうことになってるんですよね。ここから始まって、こう行ってここまで、ボストンを歩いて楽しめる、歴史が探訪できるというコースですね。前に一度歩いたことあります。芝生に座ったりワンちゃんとかわいいあの見に行ってワンちゃん見ていい子だねかわいいいいですね。ここでもアメリカとイギリスの戦争が始まったじゃなくて戦争したところということで始まったのはレクシントンだったね。フリルがついた。ありがとうございました。どうでした？トレイル行ってさ、トレイル、はい、初めから最後までやりました。はい、すごいな。結構あるでしょ。結構4キロぐらいあって話は聞いてたんですけど、実際に歩くと結構あったような気がします。はい、で今日撮影やってたんですけど4時間かかりましたね。はい、いやなかなか。ここが最後なんですよ、ね、ここが最後で、はい、で最後のフリーダムトレイルのマークのところまでしっかりと撮りました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ここ前も来たんですけど、これ大きいですよね。すごいね。大きいですね。多分ワシントン DC のやつと同じぐらい。で、これ多分矢印になってるんですよね。あ、こっちに、うん、こっちだよっていう、ね、こっちに行ける信号があるんですよ。そうですね。いや7年ぶりですね。はい、いややっぱり紅葉が綺麗ですね。本当に綺麗。はい、ビーコンヒルのエーコンストリートに来てみました。みんなたくさん人が待っているのは写真を、はい、写真を撮ってるからですけど、今日はすごいですね。人がいっぱいいます。人いっぱいですね。ねえ、誰もいない時だと本当に気になったんですけど。ということでこんな感じで私たちも行ってみます。行ってみる？行ってみましょう。じゃあ行ってみましょうか、はい、撮ってあげます。
初めてのエイコンストリート。初めてエイコンストリート、はい、本当はね、ここテレビで撮影したことあるんですけど、はいはい、このここにいる住人に、確認と取って許可取らないとテレビ撮影できないというね、ここ本当難しいとこですね、コーディネーター泣かせの道です。あのこうやって個人的に撮ってる分にはいいんだけど、テレビカメラとか入るとき結構許可取りが大変でした。あ、そうだったんですね、うん、これさ、どうしてこうやって画面が、あ、これ一定時間すると消えるんですよ。あ、そういうふうになって、失礼いたしました。これすごいですね。ね、なんか建物の一つ一つもね、初めての GoPro 使った初めてのエイコンストリート。いや、これ本当に建物一つ一つがすごいおしゃれで可愛い。すごいおしゃれでしょ、上までね。これ年代的にはだいたい1800年中盤から後半ぐらいですかね。これから鶴瓶さんでラーメンね、はい、食べようと思います。いただきたいと思います。今回ね、お味噌が藤谷さんのラーメンのナレーションをしたので。そうですね、ラーメンが食べたくなり、はい、やっぱりそうですよね。いや、やっぱり鶴瓶さん、鶴瓶さんだろうということで、はい、今日は日曜日の夕方、今5時から始まって6時前なんだけど、結構人が待ってますね。はい、じゃあ何先にやる人やったのに、先にやってる。すごい真剣に。どうぞ。はい。写真撮らないで。どうぞいただいてください。今日はポーク醤油にしました。この間醤油にしたから、いただきます。美味しかったです。よかった。調子に乗ってエクストラヌードルを頼んでしまったのが大失敗でした。思ったより多くって。でもあのおつゆがやっぱ出汁が、そうですね、ちゃんと作ってるでしょ。だから全然あの全くもうケミカルでしょ。そうですね、本当にもう全然ね、うん、添加物が全然入ってなくて、そうそう、だからあの後味がいいんですよ。そうですね、あんまあれだけ食べたのにお腹がそんなに重くないっていう、うん、まだこんなに待ってるね。知ってる知ってる、すごいね今日は。そしてなんと初挑戦で堂々初優勝という快挙を成し遂げたのです。お味噌が、見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time. バイバイ。